サージタンキアンは、レワノンベルート生まれで、アルメニア系アメリカ人のシンガーソングライターで、詩人、マルチプレイヤー、レコードプロデューサー、政治活動家。システムオブアダウンのメンバーで、リードボーカル、キーボード、作曲と様々をこなし、バンドとして、グラミー賞も得ている。なお最近は、アクシズ・オブ・ジャスティスというプロジェクトも進めている。2002年、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン。 オーディオスレイブのギタリストのトム・モレロと NPO 団体アクシズ・オブ・ジャスティスを立ち上げる。音楽的な活動歴としてはシステム・オブ・ア・ダウンで5枚のアルバム、ソロで4枚アルバムを出している。サージ・タンキアンはカチャドール・タンキアンの息子として1967年8月21日に生まれた。1975年に家族でアメリカのロサンゼルスに移住した。 アメリカのスクールではマーケティングを学び、その後にソフトウェア会社アルティメットソリューションズを立ち上げる。この会社は大成功したが、サージは情熱を音楽に集中させるために売り払った。ダロン・マラキアンは1992年にサージ・タンキアンと別のバンドとしてリハーサルスタジオで初めて顔を合わせる。この時はサージはキーボードを、ダロンはリードボーカルを担当していた。 彼らはジャムバンドとしてソイルを作る。この時期にシャボ・オダジアンに会っている。1994年一度のジャムセッションのレコーディングと一度のライブを終えてメンバーのうちの二人が脱退した。その後バンドは解散となり、ダロンとサージによって新しくシステム・オブ・ア・ダウンが結成される。バンド名の由来はダロンのある種のタイトルビクティム・オブ・ザ・ダウンからである。シャボが ビクティムよりシステムの方が広く聴衆にアピールできると考えていたことや CD ショップでスレイヤーの近くに自分らの CD を置きたいとのバンドの考えからビクティムをやめシステムを使うようになった。シャボは当初はベースに加えバンドのマネージャーやプロモーターも務めていた。ドラムはダロンの旧友が務めていたが手の負傷から現在のジョンノルマヤンに変わっている。 システムオブアダウンで活動していた間、ボーカリストとしていくつかのバンドに参加している。また自身のレコード会社である、サージカルストライクレコードも持っている。その会社の最初のリリースは彼自身のミニアルバム、セロトとアートタンスボーイアサヤンという彼の友人のバンドである。2007年、ゲーム音楽として、ジョンウー・プレゼンツ・ストラングルホルドというゲームのために曲を書いている。 曲名は、ストラングルホルドラフ2と、ピーパーノンプリフストラングル2である。さらに近年では、システムオブアダウンとしてだけでなく、他のバンドのメンバーとも音楽活動もしている。またトムもオレロと共に、政治活動の団体正義の数軸を立ち上げた。短期案は、セカンドアルバムの制作をしており、2009年発売の、 予定であったが2010年までリリースが延期されており、ジャズやオーケストラの要素が入ると言われている。サウンズ・オブ・ォーは、コンサートのセットリストに入っており、ジャズ・フュージョンの要素が取り込まれていて、セカンドアルバムに入るであろうと言われている。セカンドアルバムのリリースを予定したまま、先にライブアルバム、エレクト・ザ・デッド・シンフォニーをリリースした。このライブは、 オークランドフィルハーモニックオーケストラを演奏に起用している。近年、短期ン,ンは動物の権利を保護する立場をとっている。彼はベジタリアンでもあり、産業的な食肉解体上には強い抵抗感を持っている。ペタのインタビューでは変化を得るに至って感じた理由を述べている。2009年7月、短期ン,ンはペタのケンタッキーフライドチキンの食肉処理に対する 請願書にサインしている。abc セルジタンキアン、mtv、ハット、http、コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.fyrstact。com。スラッシュ、プロダクツ、スラッシュ、c u s t o m g u i t a r s スラッシュ、ギャラリー、スラッシュ、タンキアン、セルジ。w。カトローラ、レッド、アスプックス。ありがとうございます。